後輩と武田薬品工業買いなのかととといいいいいうことにつてて説明していきたいと思いますもう早速結論からいくと今は買いではないですねじゃあいつが買いなんですかっていうと業績が戻ったらかなというふうに思ってますどういうことかっていうのをこれから説明していきたいと思いますでまず武田の株価見ていきましょうこれ10年チャートですね大体2020年3月現在36万円で購入できる株ということですね でまあ、結局のところ、チャート見ていただければわかるんですけれども、この10年チャートで今、かなり株価が安い水準だというところで、このあたりがもう、武田の期待値とか、先行き不安であるっていうことを、このチャートがもうすでに表してるんですね。まず、武田の業績ですね、こちらのようになっております。皆さん、結局、武田に注目している理由っていうのは、この配当利回りですね、4.89%、非常に高い配当利回りですね。 配当利回りが3%を超えると基本的には高配当という部類なんですけども今回このコロナの影響でだいぶ配当利回りも上がってきているというところですねそして見ていきたいのは2020年の業績の予想ですね、えー、こちら見ていただければわかるんですけども売上はだいぶ増えてますね利益の方に関してはマイナスいわゆる赤字転落というやつですね で、なぜ売上げの方こんなに一気に増えているのかっていうのは、決算端子の方を見ると書いてあるんですけども、シャイヤーの買収ですね。下の赤く囲ってあるんですけど、シャイヤーの買収によって獲得した製品の9ヶ月分の売上収益約1兆円ですね。これが増収に貢献しましたと。ここが一つポイントになるんですけども、武田っていうのは、シャイヤーっていう製薬会社ですね。アイルランドの製薬会社を約6兆円で買収しているので、そちらの 分の売上が乗ってきたとということですね、はい、で一応、経常利益の推移も見ておきたいんですけど、2015年が赤字なんですね。これは上場来初ということで、非常に市場にインパクトを与えた出来事ですね。はい、でそして2020年も経常利益は赤字ということですね。こちらに関しても、シャイヤーの買収でいろいろお金がかかったということで、そこの分の費用ですね。 はいそして、一番最大の武田を買う上で必ず知っておかないといけないのがこののれんなんですね。この6兆円で買収したシャイヤーののれん代が3兆円ということでそれを資産に計上してきているんですね。株やる上ではぜひ知っておいてほしいんですけどのれんっていうのは目には見えない資産価値のことなんですね。あくまで会計的に資産として計上しているだけなので。 でこれって要するに、武田がシャイヤーという会社を買収しましたと。で、その会社の価値が3兆円ありますよっていうことで、これで資産のところに計上してるんですけども、まあ、本当にその3兆円の価値があるのかっていうのを、これテストが行われるんですね。のれんの減損のテストって言ったりするんですけど、これでテストが入って、もしここでシャイヤーの企業価値が3兆円もないっていうふうになった場合に、こののれんからその3兆円分が減損する。要するに、 っていうことですね。これおなじみの皆さん大好き JT ものれんが2兆円あるってことですごい有名なんですけど次元爆弾みたいな感じで言われることが多いですね。なので武田を買う上では必ずこののれんっていうのが4兆円あるっていう武田の資産におけるのれんの4兆円っていう割合は日本企業の中でもナンバーワンですね。まあ、なのでそれぐらい危険だということですね。 はい、そして最後に製薬会社大手5社比較したんですけども売り上げはもちろんナンバーワンですねで2位が大塚製薬で3位がアステラスというふうになってますで自己資本比率とかも見ていきたいんですけどやっぱり武田一番低いですねで ROE とか ROA とかこの辺りは会社の経営のうまさを表す指標なんですけども他の製薬会社と比較すると半分以下しかないというところで、まあ、配当利回りだけが高い で武田薬品ってみんな聞いたことある超大手企業っていうことでもう典型的な NISA ランキングに出てくるような配当利回りにつられて聞いたことあるからっていうので買ってしまう,もう典型的な株ですねなんですけれども実際じゃあ大手だからいいのかっていうところでこういう企業分析ねしっかりしていくと他にももっと優秀な製薬会社はいっぱいあるということですね。 はいということで結論なんですけれども業績が落ち着くまで買わない方がいいということですねまあやっぱり一番の理由としてはシャイヤーの買収がちょっと巨額すぎるっていうところでまだその成果が見えない先行き不透明なのでチャート的にもかなり割安水準まで落ちてきているということですねで有利負債もめちゃくちゃ多いので一応会社の説明では2023年に返済するというふうに は言ってはいるんですけどもまあ実際それがどうなるかっていうのは分からないっていうところもありますしそこも一つリスクとしてありますねでいずれにしてもアステラスとか営業利益率全然2倍以上あるのでそう考えるとわざわざ制約っていうくくりで見た時も武田買う必要あるのかなということはちょっと思ってしまいますねで M&A に関してもまた今後もやるかもしれないので そうなってくるとまだのれん代が増えるっていうことでまあ非常に上級者向けの株ですね決算単身も結構見たんですけど内容ちょっとね結構複雑で決算単身の内容を読み込めるあとは会計の知識があるとかそのあたりの知識が十分にないままにこの株を買うっていうのはちょっと危険かなというふうに思ったので買いたい人は決算単身読み込んでもらってこれなら買いだという理由が見つかれば 買ってもいいいんじゃないかなかというふううに思いいましたということで第4クォーターの決算が終わって2021年の業績予想が出てから買うっていうのでも全然遅くはないのかなというふうに思います。以上。